皆様からお話を伺えればと思っております。進め方といたしましては、お一人ずつ1人5分程度で。伊藤山と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。スライドの方めくっていただけますでしょうか。吉村さん、それから学信校さんの方にですね、大きく取り上げていただきまして、その中で私どもの取り組み、また最初の研究成果を事業化してですね、この地域を活性してくださいというふうなのが成長戦略の中でやったわけです。ベンチャーもですね、大学もですね、20年前あまり熟してなかったし、産学連携も熟してなかったと思うんですが、今は大学の考え方も変わっていますし、でこの水準っていうのは実は新潟県1県と変わらなかったり、100万人都市を控えます広島県と比較しても、広島1県で東北6県分の熟成会社があるということを考えますと、東北はもっとポテンシャルがあるにもかかわらず、上場会社もっと出ていいんじゃないかなというふうに思いまして、今精力的に活動しているところでございます。